皆さんこんこアガルトアカデミー専任講師の豊村圭太です。さあ今回はね相馬栗記述80問攻略講座のガイダンスをやっていきたいなと思っております。えー、総ま記述80問攻略講座というのは、まあ、アガルトがご用意している、まあ、記述対策の決定版という講座なんですけれども、えー、後でちょっと説明しますけれども、まあ、あのここ2年かな、えー、令和元年度とその前の平成30年度に関して、えー、記述2問的中させてますね2問2問ですね、的中させてきているというね、えー、実績のある講座ということになります。 でまあ,あの記述問題は80問解いていただいてそれぞれについて解説をしていくというね講座なんですけれども、えー、とどうでしょう他のスクールとかも結構似たような講座ありますけど80問っていうボリュームでご用意しているのはアガルートぐらいじゃないのかなともしかしたら僕の見落としであるかもしれないけどね60問とかっていうところはね結構あったりするんだけど80問しっかりご用意してますよということになりますので、えー、今日はちょっとねそのガイダンスをやっていきたいかなと思っております。さて、えー、まずそもそもも論なんですが え総まくり記述,、えー、り記述ね80問攻略講座ですが言うまでもなく記述といえば民法と行政法じゃないですか民法2問の行政法1問ですよね出題はね民法改正にはもちろん言うまでもなく完全に対応させていただいておりますね民法改正にはこれは完全に対応してますよまあこれはもうその言うまでもないことなのかもしれないけどまず冒頭で言っておきたいかなと民法改正に完全に対応している講座だよということですねこれいいですよね 今更ら九方でね、九方で皆さんやってみましょうかって話にならないんでね、ということです。はい、これマレちゃこのぐらい。さて、次にね、これはね、アガルートの結構特徴的なことなんだけど、八十ユニット講義がついてます。あの僕が解説します。僕が解説してるんだけど、八十ユニットついてます。わかりますか、八十ユニットって。八十問じゃないですか。か皆さん問題解いていただきますよね。そのテキストをお送りしますよ、もちろんね。テキストをお送りして問題解くじゃないですか。で、それについての解説が八十個あるわけ。つまり八十問分あるわけ。 例えばさまとめて10問分解説が入ってますよってことになればさ皆さん例えば、まあ、1問目と2問目と3問目は別に解説いらないんだよ,な,んだよなっていう場合にさどれどれっつってさ4問目はどの辺かなってこうなんか先送りしてさピッて止めてみたらさはいそれじゃあ5問目入りましょあー行き過ぎたえー、っと4問目はいじゃあでこれ3問目のここはねとかまだだまだだみたいなありませんそういう経験あるでしょ そういう時間もたえないじゃないですかそんなことありません上がるとのこの80問攻略講座っていうのは80ユニットありますので、えー、つまり80個の解説がついてるだから例えば問題1は自分で解説読んでもう理解できたから解説がいらないんだったらユニット2から聞くことができるつまり2問目から聞くことができるってことです80ユニットの講義ですのでこれはもうね細切れ時間をフル活用できるよと細切れ時間フル活用できますよと いうことです結構ね僕がおすすめしてるのはねこれ80問で80ユニットあるじゃないですか勉強しやすいでしょ勉強しやすいからまあ極端に言えば1日1ユニットの問題1日1問1日1問解いて1ユニット聞くとこれで 1, 回1個じゃないですかでそれが80問あるからつまり80回あるわけ同じことがねですから80日だったらどんなもんですか2ヶ月半ぐらい2ヶ月半ぐらいで聞き終わります例えば2問いくんだったら2個聞く2問解いて2ユニット聞くんだったらね40日で終わる1ヶ月ちょいで終わっちゃうっていう感じです そのすすすごくく勉強しやすく、えー、効率化できるようになってますシステム的にねそういうふうになってるよってことです80ユニットの講義がついてる80問に対してね一個一個ついてるということですで問題数なんだけど、まあ、80問の内訳ですよねどのぐらいの問題数なのかと言いますと民法は53問です53問民法は53問ってことは行政法は残りですよね残りです行政法は27問 行政法は27問もう十分な量ですよね。民法法問問にに行政法ははを入れていいいるよととうこここなりますここまで、OK、ですすででかね、OK はい、じゃあスタート時期なんだけどこれはいつ頃になるのかなということなんですがこれ皆さん学習されてる方、まあ、学習経験者とかね、えー、中上級の実力以上の方っていうのはお分かりだと思うんですけど入門の人もねあの理解しておいてほしいところがあるんですけど記述で問われる知識っていうのは記述で問われる知識っていうのは あくくまででのの知識の中から出てくるんですよだから知識の何ていうのかなその方眼関係というかねいうことで言えばこういうことなんですよね。卓越の知識がここにあるとしたらその中から記述が出てくるんですよ。こういうこういう感じなんですよ。ってことなんですよ。ってことはもうねこれでわかるように。 ままずはは何をやるべきかかってのは分かりますよねちょっと皆さんせーのでいきましょうこれねじゃあまず何をやるべきか何の対策をやるべきかいきましょうせーの卓越対策その通りですまずはやっぱり卓越対策しっかりやらなきゃいけない過去問だったりとかアガルトの中上級生だったら多視化セレクト問題集とかありますよねでもちろんテキストのインプットがあるテキストのインプットと条文それから入門だったら過去問中上級だったら多視化セレクト問題集っていう卓越知識のこの精度を上げるっていうことこれがまず大事なんですですから 記述80問この講座ねよくできている講座なんですが、いきなり学習のスタート段階から入れ込むって感じじゃないんですよ。まずここのところは一回りはしましょうと。あどうですか、皆さん。一回り学習が終わりそうと。一回りって1周目ってことです。もちろん1周で合格ラインに達しませんからね。その後が大事なんですよ。2周、3周、4周、5周、6周って繰り返し繰り返しやっていくことで頭に定着させていくっていうのは皆さんご存知だと思うんですが、そのとりあえずまず、まあ、全体的に見たよと。一通り見てみたよというレベルまで達するのにどのぐらいの時期でしょう。 結構学習を早く始めた方っていうのは割とゴールデンウィークとか6月頃には一回りはしたよっていう状況になるんじゃないですかあるいは合格発表後の2月ぐらいから勉強始めたよっていう方でも6月とか遅くても7月ぐらいまでには一回りはできますよねできますよねそうですよねですからまあ開始時期この記述の講座の開始時期としては6月っていうのを毎年めどにさせていただいてます6月、えー、開始時期スタート時期6月あ赤で書こうか <laughs> まあでも赤である必要は別にないけどね赤で書く必要はないけど、まあ、目立つようにしておこうかいなと思いますこれなんでかって今言った通りだよとにかくまず一回ししてみましょうとねテキストとかインプットの講座とか条文とか過去問それから問題集なんかをとりあえず一回ししましたもちろんその段階で合格ラインじゃないんですよないけどまあまあまあ何が書いてあるかとかどういうことを学習したかなんとなくやりましたよ一回りしましたよってそこから記述って感じでいいと思う。 なんでなのかというとこういう知識の構成になっているからですよってことですいいですかね,ねだから6月ぐらいからスタートするまあその6月ぐらいがまだ早いなっていう方は7月ぐらいでいいから6月とか7月ぐらいだというふうに考えてもらえばいいと思いますで聞き方なんだけどこれはもう合格者もねそれぞれなんですよ例えば民法が53もあるじゃないですかで行政法が27もあるじゃないですか ですからまあ民法の方から1日1問解いて1個解説ユニットを聞いていくとそれを毎日繰り返してこの順番で行かれる方もいるしこっちから行く人も、ね、行政法からやっていく方もいらっしゃるしそれから80ユニット講義がちゃんとぶつ切りになってるってことはどういうことを意味するかっていうと例えば物件から入りたいなとかもっと細かく言えば担保物件から勉強したいいななっていうのも可能なんですよだってそうでしょ。 問題集の目次記述の,記述のテキストをお送りしますからねその問題集の目次を見ればさ何問目が何の問題ってのは書いてあるわけですよ書いてあるでしょそうするとじゃああじゃあ何問目26問目からやればいいかなとかそうそう自由自在ですやっていただいて構いませんもちろん民法だけやる行政法だけやるのもよし民法と行政法を1問ずつやっていくのでもいいんですよそれは皆さんにお任せしますそれができるんですよ80ユニット講義収録してるから自由に使えるってことです OK ですよね はい、でスタート時期は6月以降、まあ、あるいは7月ぐらいからということなんですが対象者もうこれ今,での今の話ででもうお分かりですよね対象者は記述対策が必要な方全員です。えじゃあそれもうみんなじゃないかと思われるかもしれないけどもちろんそうなんだけどあの例えば入門レベルだからこれを受けてもダメかなとかそんなことは全くないです。入門レベルだから受けてもダメかなってことは全くないです。むしろ入門の方でも、OK、入門門ののの方方でででもも全然、OK、ですちなみにあのアガルートの 中上級の演習総合カリキュラムってありますよ、ね、ありりまますすよよねね演習総合カリキュラムを取ってる人はもうこれ入ってますから中にこれ自動的に入ってるんで別に申し込まなくていいです自動的にテキスト届きまますす講義も配信されますだから入門の人はついてないから入門の人で記述対策が必要な人は一回りだいたいしたなっていうね、えー、テキスト講義条文過去問大体一回りしたかなっていう、まあ、大体6月とか7月だと思うんだけどそれ以降に申し込んでいただければいいんじゃないかなと思います。 あとさこういう風なスタイルになってるからもうお分かりだと思うけど他校に通ってる人レック行ってる人伊藤塾行ってる人タック大原ねゆうきゃフォーサイトあるいは独学でやってる人もさこれ別に関係なく申し込んんででいいいいただいてあのいいんですよ例えばあのほらじゃあ「ガがると」のテキストの何ページ開いてくださいそんなことないですからもういきなりこの「記述80」だけのテキストをお送りして1問ずつ解いていただいて80ユニットの講義がついてるわけですからねそうでしょ。 だとするならば別にタスクールに通っている人とか独学の人にも全然大丈夫ですこの講義は受けていただいて構いません、ね、はいで対象者なんですけど対象者今言ったので、ね、ごめんなさい対象者はもう終わりました対象者は OK 入門の人も OK だしタスクールの人独学の人も OK よということですすごく親和性があるよということですねで的中実績なんだけどこれはまあアガルトのホームページなんかにも載ってるからご存知だと思うし今日冒頭でも言ったんだけど的中実績は平成30年度の試験それから令和元年度の試験 問問ずつ中中させてます3問中ですよよ問問中中ずつ的中させてきてきるるとということになるわけです、ね、ですすからこの「記述対策の決定版」「総まくり記述80問攻略講座」なんですけれども「さあ記述対策必要だとこれ合格記述でも点数取って勝ち取りたい」っていう方ね是非お申し込みいただければと思います。でこれはまあ毎回僕ガイダンスで言うんだけれどもこれガイダンスとかを聞いてもさガイダンスでは当たり前だけどいいことしか言わないじゃないですか。 どどここのの予備校だってどこの講師だってて講師そうでしょでも実際皆さんがお金を出してその講座を買おうかどうかっていうのはその講座を実際に見てみないとわからないつまり味見してみないとわからないですよね,です,よねですからこのガイダンスはもうこのぐらいにしますんでこのガイダンスのすぐ後に実際のこの講座の80ユニットのうちの何ユニットかをつけておきますすぐ見れるようになってますですのでそれをご覧になった上であこれなら申し込んでみようじゃないかということでお申し込みいただければと思います。 でアガルートは通信ベースの予備校なのであの基本的にお申し込みの際はインターネット上でやっていただくということになります。ですからこの YouTube の動画の下かな下のところにアガルートのホームページの URL が貼ってあると思いますのでそちらの方からお進みめいただいてお申し込みの際は使っていただければと思っております。 はい、というわけで、総まくり記述80問攻略講座、記述対策の決定版、本当に多くの合格者も利用されている講座ということになりますので、えー、ぜひ皆さんご検討の上、お申し込みいただければと思います。記述80問攻略講座のガイダンス、上がる高値見専任講師の豊村圭太でした。どうもありがとうございました。